ベンジャミン・ヘンリー・ラトローブは、イギリス出身で、アメリカ合衆国に渡った建築家であり、アメリカ合衆国議会議事堂やアメリカ合衆国では、初めてのカトリック教会大聖堂である、ボルティモア・バシリカの設計で、最もよく知られている。1796年に、アメリカ合衆国に渡り、最初は、バージニア州、後に、フィラデルフィアに移って開業した。 1803年、アメリカ合衆国公共建築の測量士として雇用され、その後の14年間の大半は、首都ワシントン DC の建設計画に関わった。その後の人生では、ニューオーリンズの上水道計画の仕事を行い、そこで1820年、大熱病のために死んだ。ラトローブは、アメリカ建築の父と呼ばれてきた。ワシントン DC のクライストチャーチ。 ゴシック復古町建築ラトローブは1764年に、イギリスのウェストヨークシャー州、パズエに近いフルネックモラビア集落で、ベンジャミン・ラトローブ牧師とマーガレット・アンテス夫妻の子供として生まれた。その母は、アメリカのペンシルベニア植民地で裕福な土地所有者の家庭に生まれていたが、その父が、フルネックのモラビア教会の学校で教育させるために、 イングランドに行かせていた。ラトローブの父はイギリスにおけるモラビア教会の学校や組織すべての責任者であり、社交界上流階級に広い交友関係を持っていた。父は教育と学位の重要さ及び社会的交わりの価値を強調し、一方母はアメリカへの好奇心と興味を植え付けた。ラトローブは若い時から景色や建物の絵を描くことを楽しんだ。 1776年、ラトローブが12歳の時に、ザクセンとプロイセンの境界に近いシレジアのニースキーに、ある、モラビア教会の学校に送り出された。18歳の時に数ヶ月間ドイツを旅して回り、その後プロイセン軍に入隊して、アメリカ合衆国軍でも結出した士官と親友になった。ラトローブは、オーストリア軍でも従軍した可能性があり、何度か、 怪我や病気を味わった。それから回復すると、ヨーロッパ大陸授乳旅行をはじめ、ザクセン、パリ、イタリアなど、あちこちを訪れた。ラトローブは、教育や旅を通じて、ドイツ語、フランス語、ギリシャ語を呼び、ラテン語をマスターし、イタリア語やスペイン語もかなり話せるようになり、また、ヘブライ語についても、知識を得た。ラトローブは1784年に、 イングランドに戻ると、エディストーン東台の設計で有名な技師であるジョン・スミートンの弟子になった。その後の1787年、新古典主義建築家、サミュエル・ペピス・コッカレルの弟子として短期間働き、その後に建築家としての仕事を始めるために、そこを去った。1790年、ラトローブは、ロンドンの観光庁の測量士として雇われたが、 おそらくこれは当時放火器にあった、長方部のカモフラージュと考えられ、自分でも1791年に建築家としての実務を始めた。1792年には、サセックスのイーストグリーンステッドに近い、ハマーウッド公園の設計注文を受け、これが最初の独立した仕事になった。1793年には、近くのアッシュダウンハウスを設計した。 ラトローブは、騎士のジョン・スミートニア・ウィリアム・ジェソップと共に、サリー州、ベーシングストーク運河の建設に関わった。1793年春、チェルマーブラックウォーター航路の測量業務に雇われ、その改善計画に携わった。この仕事は、ラトローブの計画が、イギリス議会で承認されなかった1795年初期まで続いた。 ラトローブは、この計画に関する仕事に対する報酬を得られなかった。1790年2月、ラトローブは、リディア・セロンと結婚し、ロンドンで、忙しい社交生活を送った。この夫婦には一人の娘、リディア・セロン・ラトローブと一人の息子、ヘンリー・セロン・ラトローブが生まれたが、妻のリディアは1793年に3人目の子供を出産するときに死んだ。 リディアはその父から資産を相続しており、これは子供たちのおじたちに信託されて二人の子供たちに残されることになっていたが、相続財産は結局、子供たちに渡らないままになった。1795年、ラトローブはハサンと妻の死の後で、ひどい神経衰弱に陥り、アメリカに移民することに決めて、11月25日にはエリーザ号に乗って出発した。 ラトローブは後にアメリカで一連の移想気化的風景の水彩画で知られるようになったが、それはエリーザ号から眺めたイングランドの南岸のホワイトクリフを描いたことから始まった。しかし、これに先立つ1795年9月8日付のイーストグリーンステッドの水彩画があった。ラトローブは管理の悪い船で食料も枯渇しがししそうになるという4ヶ月の辛い。 船旅の後に、1796年3月半ば、バージニア州ノーフォークに到着した。当初は、ノーフォークで暮らして、ウィリアム・ペノック・ハウスを設計し、その後4月に、リッチモンドに行った。ラトローブが、バージニア州に到着して間もなく、ジョージ・ワシントン大統領の老いである、ブッシュロッド・ワシントンと友達になり、またエドムンド・ランドルフなど、 その他著名人とも親しくなった。ブッシュロッドワシントンを通じて、その年の夏に大統領に会うためにマウントバーノンを表敬訪問することができた。ラトローブのアメリカ合衆国における最初のプロジェクトは1797年に受注したリッチモンドの州立刑務所だった。この刑務所にはトーマス・ジェファーソンなどの人物が考案した。 刑務所改革における革新的なアイディアが取り入れられ、監視が容易なように、半円形に配置された防湿や衛生面や換気を良くして生活条件を改善したものがあった。リッチモンド刑務所は、独房換金の利用についても、ラトローブが先駆者となった。バージュニア州にいる間に、1600年代に、ウィリアムズバーグ近くに、 バージニア総督、ウィリアム・バークレー教が建てたが、アメリカ独立戦争の後で荒廃していた、グリーンスプリング邸宅に関わる仕事をした。また、リッチモンドに近いミルヒルプランテーションの家屋など、建設はしなかったが、多くの家屋の設計図を描いた。バージニア州で1年間を過ごし、新しい場所にいることの新規性も薄れてきて、ラトローブは、 バージニア州では孤独と不安を感じた。友人のジャンバッティスタス・スキャンデラが、ラトローブにとって、理想の場所として、フィラデルフィアを推薦した。1798年4月、ラトローブは、しばらくの間フィラデルフィアを訪れ、ペンシルベニア銀行総裁のサミュエル・ J フォックスに会って、新しい銀行の建物のためのデザインを提供した。 当時のフィラデルフィアの政治的風土はバージニア州とは全く異なっており連邦党とジェファーソンの民主共和党との間の強い分裂やハンフラインス感情があった。したがってフィラデルフィア自体は諸手を挙げてラトローブを歓迎する雰囲気にはなかった。ラトローブはフィラデルフィアに行く途中でワシントン DC を通りそこでウィリアム・ソーントンと会って初めて アメリカ合衆国議会議事堂を見た。リッチモンドに戻る途中でもサイドワシントン d c に立ち寄った。ラトローブは1798年11月までリッチモンドに泊まっていたが、この時ペンシルベニア銀行の建物にラトローブのデザインが選ばれた。ラトローブは建設の監督ができるようにフィラデルフィアに移動したが、時にはバージニア州の顧客の仕事も続けた。 フィラデルフィア・ラトローブがフィラデルフィアに到着したとき、二人の友人、スキャンデラとボルニーは外国人、治安処方に関する心配のためにアメリカを去っていたが、アメリカ哲学会でその知り合い数人と友人になった。ラトローブは、地質学や博物史書研に関するいくつかの論文を学会に提出し、学会員となった。ラトローブはその魅力ある個性によって、 フィラデルフィアの影響力ある金融や実業家の家庭の中ですぐに友人を作り才能ある蒸気機関製作者ニコラス・ルーズベルトと親友になってルーズベルトがラトローブに上水道計画を世話してくれたフェアモント上水道施設フィラデルフィアにおけるラトローブの最初の主要プロジェクトはペンシルベニア銀行の設計でありこれはアメリカ合衆国では 最初のギリシャ復古町建築物の例となった。ペンシルベニア銀行の建物は、その後1870年に解体された。この注文は、ラトローブがその評判を高めることになったフィラデルフィアで、開業することを決心させるものになった。また、フィラデルフィアのフェアモント上水道施設の設計にも雇われた。センタースクエアにあるポンプ室は、ラトローブが、 ギリシャ復古町で設計した。フィラデルフィアの浄水道計画で働いた後は、チェサピークデラウェア運河の技師として働いた。セッジリー、現在でも残っているギリシャ復古町の設計に加えて、その作品にはゴシック復古町も使っており、これには1799年にデザインしたフィラデルフィアの田園風邸宅、セッジリーがある。ゴシック復古帳様式は、 フィラデルフィア銀行建物にも使われており、1807年に建設され、1836年に解体された。1803年から1808年までは、若い建築家、ロバート・ミルズが、ラトローブの助手として働き、ミルズは、その後開業した。ラトローブは、フィラデルフィアにいる間の1800年に、メアリー・エリザベス・ヘーゼルハーストと結婚した。 ワシントン DC ラトローブが設計したホワイトハウスの基本配置図1807年アメリカ合衆国でのラトローブは最初の職業的建築家としてすぐに有名になったラトローブはトーマス・ジェファーソンという人でありそのバージニア大学の設計に影響を与えた可能性があるまたアーロンバーお気に入りの建築家だったジェファーソンやジェームズ・モンロー さらには、ニューオーリンズの建築家で海賊のバーセレミー・ラフォンなど、当時の主要人物の多くと知り合いになった。ラトローブが広く旅した時の差し入り日記は、若いアメリカ合衆国の記録となっている。当時のアメリカ合衆国には、建築専門の正式な学校がなかったので、建築学の分野で、ウィリアム・ストリックランドを訓練した。1803年、ラトローブは、 アメリカ合衆国公共建築の測量士として雇用され、アメリカ合衆国議会議事堂の工事では建設監督官となった。これは、ウィリアムソントンによって設計されすでに建設工事が行われているものを監督する任務だった。ラトローブはその時点までに行われた工事を批判し、1803年の副大統領アーロンバーに宛てた手紙で、 欠陥のある建設だと決めつけた。それでも、ジェファーソン大統領は、議事堂の設計では、ソーントンのものに従うよう固執した。1812年6月、議事堂の建設は、米英戦争勃発と第一月衆国銀行、破綻のために中断された。米英戦争中ラトローブは、ピッツバーグに転居しており、1815年に、戦中に破壊された。 議事堂の再建責任を任される議事堂建築官としてワシントンに戻った。議事堂の再建には大きな自由度を与えられ内装には独自のデザイン要素を入れた。1817年までに建物全体の完成設計図をジェームズ・モンロー大統領に提出した。ラトローブは1817年11月20日に議事堂建築官を辞任した。 この大きな仕事がなければ、ラトローブは、困難さに直面し、破産しているところだった。ラトローブは1818 18年1月に、ワシントンを離れ、ボルティモアに移転した。1800年に議会が入った時のラトローブの議事堂を。ラトローブの大きな仕事は、アメリカ合衆国議会議事堂建設を監督することだったが、ワシントンでは、他の多くのプロジェクトでも責任があった。 1804年、アメリカ合衆国海軍の技師長になった。主任即領士としては、ワシントン運河に関与した。この運河の推進では、官僚的障害に直面し、運河会社の重役は、ラトローブの石像拷門という要請を拒絶した。この運河は、木製拷門で建設され、その後1811年の激しい嵐で破壊された。 ワシントン海軍造船所のメインゲートも設計した。他にも、ワシントンとアレクサンドリアをつなぐ、ワシントンアレクサンドリアターンパイク、メリーランド州フレデリックとをつなぐ道路、および、ブラーデンスバーグを経て、ボルティモアにつなぐコロンビアターンパイクなど、ワシントン DC における輸送計画の仕事もした。また、ポトマック川にかかるワシントン橋の建設では、 船舶の航行を妨げずに、ジョージタウンにつなぐというやり方について助言者となった。ワシントンのラファイエット広場周辺のプロジェクトでは、セント・ジョンズ聖公会協会、ディケーターハウス及びホワイトハウスのポルチコ等にも、関与した。ラトローブが設計した個人の家としては、ジョン・ P ・バンネス及びピーター・カザノブからの注文があった。ワシントン時代の大半、 フィラデルフィアやヨソでの個人事業やその他のプロジェクトにかなりの程度関わり続けた。ラトローブの現場監督であるジョンレン・トールはワシントンでもっと時間を割くように言い続けた。ラトローブはその理想とするところの多くと相反するワシントンの都市計画について悲観的になってワシントンを離れた。バロック様式の都市計画や ピエール・シャルル・ランファンが計画したその他の側面を嫌い、議会議事堂については、ソーントンの計画に合わせることに不満を抱いた。ラトローブの見解における、全体都市計画の大きな問題点は、内部に抱える大きな距離だった。ラトローブは、ワシントン運河を重要な要素とみなし、成功しておればこの問題を緩和できるはずだった。ラトローブはまた、 ワシントン市の経済的可能性についても関心があった。ワシントンと北西のフレデリックとをつなぐ道路を建設すれば、ワシントンを通る経済流通を促進すると主張した。ニューオーリンズ聖書女マリア飛翔天国立制度のバシリカ・ラトローブは、蒸気船の出現とその技術に関する大きな興味とで、ミシシッピ川川口にあるニューオーリンズには、 大きな成長可能性があると見ていた。ニューオーリンズにおけるラトローブの最初のプロジェクトは、1807年に、ロバート・アレクサンダーの監督で建てられた、ニューオーリンズ税関だった。1810年、ラトローブは、息子のヘンリー・セロンボ・ボネバル・ラトローブをニューオーリンズに、派遣し、ニューオーリンズ市議会に、上水道システムの計画を提出させた。 ニューオーリンズ上水道システムの計画は以前に設計したフィラデルフィアの上水道を元にしていた。フィラデルフィアのシステムは市内で発生した大熱病流行に反応して作られた。ラトローブのシステムはスクーカル川から上流にある貯水池まで水をあげるのに蒸気駆動ポンプを使った。そうすれば重力で市民に上水を送ることができた。 ニューオーリンズ上水道システムの計画も蒸気駆動ポンプを使って水を脱煙するように設計された。ラトローブの息子はニューオーリンズにいる間に米英戦争の戦闘に参加し、東大ニューオーリンズ事前病院及びフランスオペラハウスの建設などの計画に参加した。ニューオーリンズは1811年に上水道システム発注に同意したが、 ラトローブの方が即座に計画を受ける準備がなく、計画への十分な投資者を確保するという財政的問題に直面した。アメリカ合衆国議会議児童に関するラトローブの仕事は、米英戦争が始まる直前に完成しており、固定収入の源が終わっていた。戦争中、蒸気船プロジェクトなど、ラトローブは金を作るためのいくつかの戦時プロジェクトを 試みて失敗した。1814年、ピッツバーグに本拠を置く蒸気船事業で、ロバート・フルトンと共同経営者になった。ピッツバーグにいる間に、ピピンとブリシャードのサーカスのための劇場を設計し、建設した。戦時中に、アメリカ合衆国議会議事堂とホワイトハウスが焼けた後、後ラトローブは、ワシントン DC に泊まり、その再建に協力したので、 ラトローブの息子が、上水道プロジェクトの仕事の大半を引き受けた。1818 18年、ラトローブは、上水道プロジェクトに使う資本を生み出すことを期待して、ボルティモアで、ボルティモア商品取引所などのプロジェクトの仕事をした。以前に、ジョン・キャロルからアメリカ合衆国では、初めてのローマカトリック教会の大聖堂を建てる、注文を受けていた。 ボルティモア・バシリカの建設は1806年に始まり、何年もその建設を妨げる財政的困難時期を経た後で、1821年にやっと完成した。ラトローブは1818 18年にボルティモア商品取引所のプロジェクトを完成し、その年12月にニューオーリンズに向けて出発し、1819年1月10日に到着した。 当初はジャクソン広場にホテルに泊まった。ラトローブはそのプロジェクトのために作られるエンジンを得るためにプロジェクトがさらに遅れることになった。それは1819年にやっと獲得できた。ニューオーリンズ上水道システムの設計と建設には実に11年の年月を要した。この上水道システムに加えてセントルイス大聖堂の中央塔を設計したが、 これが、ラトローブにとって、最後の建築プロジェクトになった。1820年、ラトローブは、上水道プロジェクトのために、ニューオーリンズで働いている時に、黄熱病のために死んだ。ラトローブは、ニューオーリンズのセントルイス墓地に埋葬されたが、そこは、3年前に、やはり黄熱病で死んだ息子のヘンリーが、埋葬されているところだった。 ラトローブはドイツで勉強している時に美術とその収集に興味のある古典学者であるカール・フォン・シャッハマン男爵から被護された。1783年頃、ラトローブはこの男爵に影響されて建築家になる決心をした。ラトローブがドイツにいる間にカール・ゴットハルトランガンスなどによる新しい建築運動が起こり、より古典的あるいは ウィトルウィウス様式に回帰していた。1784年、ヨーロッパ大陸授乳旅行をはじめ、パリを訪れた時は、聖ジュヌビエーブに捧げられたパンテオンが完成近かった。パリのパンテオンは、ジャック・ジャーマン・スー・フローとジャン・ロンデレが設計しており、新古典主義の初期の例になっていた。当時、クロード・ニコラルドゥが新古典主義様式で、フランスの多くの家屋を設計していた。 ラトローブはローマも訪れ、そこではローマパンテオンやギリシャの影響を受けた他の古代建築物に印象を受けた。ラトローブがイギリスに戻った1784年、イギリスで影響力ある建築は多くの様々な様式に忠実だった。ウィリアム・チェンバーズ教がその前線に立ってパラディアニ様式で設計し、一方そのライバルであるロバート・アダムは ローマの影響を受けたアダム様式を取っていた。ラトローブはパラディアニ様式にもアダム様式にも興味がなかったが、当時はジョージ・ダンス・ザ・ヤンガーによって新古典主義もイギリスに紹介されている頃だった。その他ジョン・ソーニやヘンリー・ホランドようなイギリスの建築家もラトローブがロンドンにいる間に新古典主義様式の設計をしていた。ラトローブは ヨーロッパ旅行の間にアメリカの都市はどのように設計されるべきかについてもアイディアを集めた。ラトローブは市内の外区を長辺を東西にする薄い区形で配置し、それでできるだけ多くの家が南向きになるような案を提案した。都市が成功するためには商業や製造業の成長見込みがあり、良い水が得られる場所に作られる必要性があると考えた。 ラトローブは、公衆衛生など重要な要素を考えて、偏成風の影響を受けやすいので、不健康と考える川の東岸よりも西岸に都市を建設することを推奨した。セント・ジョンズ聖公会協会、ワシントン DC ラトローブは、イギリスの新古典主義の影響を持ち込み、それとトーマス・ジェファーソンが導入した様式と、組み合わせて、アメリカ的ギリシャ復古様式を生み出した。 ジョン・サマーソンはペンシルベニア銀行についてラトローブがいかにイギリス的新古典主義とジェファーソンの新古典主義を結婚させその時からアメリカにおける古典復古長がアメリカ的形態をとっていったかの例として説明したラトローブが発展させたギリシャ復古建築のアメリカ様式は民主主義の政治的理想 すなわち、イギリス的なものが少ないものを連想させるようになった。ラトローブがイギリスで開業した時、その最初のプロジェクトは、ハマーウッド公園やアッシュダウンハウスの設計とともに、既存の家屋を改築することだった。その経歴初期の改築には、タントン、ホール、シェフィールド公園、フリムリー及びテストンホールがあったが、これらの家屋はその後も改築されており、 現在の形から、ラトローブの仕事を同定するのは難しい。ラトローブのデザインは、当時の典型的なものよりも、単純化されており、ロバート・アダムの影響があった。そのデザインに盛り込まれたものは、アッシュダウンハウスで使われているように、しばしば、ギリシャヨニ屋式を含めているか、ハマーウッド公園の玄関、ポーティコに見られるように、通り屋式円柱を使っていた。 ラトローブはアメリカに移民してからも、家屋のデザインを続け、その大半に、ギリシャ復古様式を使った。ケンタッキー州歴シントンのポープビラは、アメリカ合衆国に現存する、わずか3つのラトローブ家屋の一つである。ラトローブの最も前衛的なデザインとしてその、特徴あるデザインは、国家的重要性がある。また、セッジリー邸宅を設計するときは、 アメリカ合衆国にゴシック復古町建築も紹介した。ラトローブのデザインの多くに見られる主題は、ほぼ四角の中央にある吹き抜けのホールであり、明かり取りの丸屋根を備えている。これは長く狭い平面を持った当時流行の家屋とは対象をなすものである。ありがとうございます。